今日もですね、小池百合子が偉そうにですね、演説をやっているバカじゃねえかというですね、小池百合子というクソバカ誰は最初に出た時に12の0、7つの公約と言って君たちに約束したはずなんです。これ一つといえども叶えなかったのが小池百合子なんですよ。全ての公約を破ったのが小池百合子というこの緑のタヌキなんです。そんなものに対してね、メディアのクソバカタレはもう小池百合子当選、野党のですね、蓮舫、ついですね、前回までは宇都宮健児というですね、野党候補者が出ておりましたけれども、出られなくなって、そして蓮舫に鞍替えしたんです。日本の破壊をですね、堂々と叫ぶ共産党までが蓮舫を支持してる。一体蓮舫という資本家が何をやるか、そんなことはもう誰にも分かってることでしょうに。分かりますよね、そんなの。そして今度は何ですか、石丸電機のクソバカタレが当選人の慰霊碑に当選人大虐殺が行われた。ふざけんじゃねえっていう話なんですよ。朝鮮人の大虐殺なんか我々はやっちゃいないんです。朝鮮人たちの言い分を次から次へと認めて、これが今の日本ですから、誰も戦わないんです。君たち大人が戦わなければ、子供たちはね、その大人の姿を見てるんです。こうやって声を張り上げて君たちに訴えかけるのは、戦う姿を見せなきゃいけないからなんですよ。日本人のために立ち上がらなきゃいけないと訴えかけてきました桜井という人間が、最後の最後まで君たちに訴えてきたことだけは忘れないでいただきたい。小池百合子、蓮舫、維新大好きの石丸電機、こんな連中しかマスメディアが取り上げない中で、私が皆さんに訴えたいのは、桜井誠という人間だっているんだということです。君たち一人一人が動画でも生放送でもいい、どんどんこの姿を流せばいいんです。多くの人たちにその姿を届けて、そして判断を仰げばいいんです。本来これをやるのはメディアの仕事だろうよ。これをやらないからね、桜井は怒っております。先ほどから何度も申し上げておりますけれども、この3人絶対に都政を任せちゃいけないんです。